はい、皆さんこんにちは、ホーリーです、ホーリーです、今日は膝全体が腫れて痛い人のためのリハビリとエクササイズの方法をお見せします。はい、だいたい膝全体が腫れている状態の時には、まあ、関節包っていうんですけど、そこに、滑液っていうのがたまり、水がたまりすぎてるんですよね、膝関節にね。はい、それで、整形に行ってあの水を抜いてもらってもまたこう水が溜まる人がおられます。これは膝だけの問題じゃないんです。これはお腹に問題がある人が多い。でお腹にもいっぱいリンパ節があって、下からリンパをこう吸い上げて上に持ってこようとしてますけど、お腹がパンパンにリンパがいっぱいになって硬くなってる状態とかだと、せっかくこちらから上に戻そうとしても抜いてあげたとしても、また膝の関節に水が溜まることがある。でこちらが陽圧でこちらが陰圧だと上に戻ってこようとしなくなるんですね。その時のための、お腹の、リハビリ、膝関節の矯正のためのお腹のリハビリをお見せします。はい、仰向けに寝ます。はい、膝軽く曲げてください。はい、右の膝が痛いとします。腫れてる状態ね。でお腹こう触ると硬いし痛い人がいっぱいおられます。硬いイコールなかなか膝の関節の水が抜けないと思ってください。はい、まず、ここ鼠径部があって、下に息を吐きながら下ろします。それでスッと抜く。3箇所2箇所目、外側から内側。はい、はい、次はこれもうこれ3回やりますね。ちょっと早送りで、はい、次おへその下ぐらい、ここ体毛というのがあって、そこにはリンパ節がいっぱいあるんですね。でおへその下から息を吐きながら上に上げて、はい、バランスを取りたい人は逆の方も同じようなことをやってもいいです。はい、これ、膝だけ、膝が腫れてるからといって膝だけに注目するんではなく、ちゃんとお腹も柔らかくしましょう。ホリエスのホリでした。